はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、カルチョビットアーを、始めていきたいと思います。今回は7位、キャッツアイズ戦です。まあ勝って当然と言えるかもしれないですね。海と広田に入れ替えます。私緑は残します。7個を入れます。さつけかな。美穂と、浦川のカーディー菊池を入れます。深澤のカーディーに羽生田を入れまして、左サイドへ このメンバーで、やっていきたいと思います。ミオとサヨは今回は、お休みです。キーパーは、夏希を起用してジョークをサブに落とし、します。さてと、なかなか7位と8位の能力差って違うなぁとは思いますね。すごいな、ホームでこれだけの、ホームとはいえこれだけの勝率差がつくんだから勝つと思われてるんだろうな。しかもスタンドもまあまあ人が来てますね。8位のイーダビスタの時って全然客はガラガラだったんですけど、まあアウェーに来てるからっていうのもあるんですが、おっと、まあ、ホイスになりましたが、イエローはなし。ん？ああ。まあ、積極的さが光りますね。ひよた？どこに行くんだ？あーっと。秋吉が。おっと、なかなかタイミングが合わんと。ノーイスル。カットできないですね。窓かから7個。速攻ですね、ここは。パスして、ここは誰だ？ひろた。そう簡単にはうまくいかないか。さあ、ちょっと、おっと、逃れた？危ない。さあ、コーナーキックです。危ない、危ない、危ない。おー、なんとか。ちょっと意外と苦戦してますね。攻めあぐんでるっていう感じはします。ひよた？あ、これはちょっと。ご覧の通り、スタミナ消耗モードもこちらの方があるような気がしますね。さあ、うまく前へ出してますが。さあ、羽生だから。今度はくるみが入った。先取点です。さすがくるみ、こういうとこは決めてくれます。角度があったのでどうかなと思ったんですが、キーパーに触らせてゴール。おっと、広田抜けられた。やばい。おお。と、助かった。くるみチャンス。2点目。
いや、なかなか調子いいですね。また羽生田がパスをつないで決めてくれました。さて、おーっとぶつかってる。前半ここで終了です。廣田がちょっと疲れ出してきてますね。まあ、もっとも。ここで美穂を下ろして藤原を入れましょう。さあ、後半スタートです。キャッツアイズは攻めの方に重心移してますね。おっと、これはファールだ。まあイエローはなしですが、おっと裏側だった。おっと、あっさり取られちゃったよ。あっと、これはちょっと危ないか。彩香がナイスクリア。ノーフィッスルだ。動きが良くなってますね。必死にクリアします。さあ、ボール回して。あっと、惜しい。さあ、ここで緑変えましょう。さすがにちょっとスタミナが切れてきてる。これで交代枠を使い切りそうです。んっと、ここで確実に時間を稼ぎます。おっと、これはオフサイド。さらに全員攻撃に入りますね。さあ、これはちょっと、あっと、何度か合わなかった、助かりました。キャッツアイズ。さあ、じらし戦法に入りますね。さて、藤原から鬼丸。ちょっとなんか鬼丸のパスが中途半端だったぞ。さあ、速攻です。ここはキーパーうまくカバーに行った。7個、早いですね、足が。おっと、しかし7個抜けた。3点目、決定的。これ一人で見事ですね。抜けた上にさらにシュート決めるんだから、7個はすごい。スーパープレイ。でも守備が良くなってきたような感じはありますね。さあ、これでオフサイ1分です。さあ、最後のチャンス、4点目。試合終了直前に。菊池から4点目を奪って、そこで試合終了。快勝です。で、34分までは結構相手が攻められる一方で苦しかったんですけど、先取点はこちらが奪いました。これですね。これは助かりましたね。
羽生田、うまいパス、素晴らしい。くるみ、ピンチの後チャンスという感じはあります。サイ南部、これは裏を通りました。キーパーがナイスカバー。そしてその直後、奈良子のこのスーパープレイがお見事ですね。うまい、菊池をパスからくるみ、待っていたくるみが人の回数、本数は5本なんですけど、で枠内が4本なんですけど、その4本いずれも決めてきました。まあシュートだけ見てはそんなに差はないんですが、快勝と言える内容ですね。まあカードをあんまりいただけなかったのはとつ残念だったんですが、これで勝ちまして、2位のもっと1位首位争いも結構激しくなってきて、アスカディア奈良とトップロード成田が近づいてきてるぞ。で、8点差ですね、クラワカリバーズは。今23試合で5試合で8点はちょっと厳しいかもしれません。そしてですね、そのトップロードの成田とジャパンカップをやるんですかね。ジャパンカップを戦います。これはベストメンバーを揃えて確実に勝っていきたいと思います。はい、はい、カルチョビット青をお送りいたしました。いつもですが、チャンネル登録、していただければ嬉しく思います。動画タイトル右側にある、チャンネル登録ボタンでよろしくお願いします。ブログやツイッター、説明欄にアドレス記載してますので、よろしければアクセスしてください。また残り20秒で流れます関連動画プレイリストの方、お時間ありましたらアクセスをお願いいたします。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。